新設生き人形。東京の下町深川の活気ある商店街から裏道にそれて狭い路地をしばらく歩くと、ひなびた小料理店の並ぶ一角が見えてくる。いずれも年輪を感じさせる店構えだが、すぐ裏手にそびえ立つのは真新しいクリーム色のオフィスビルである。以前はそこに2階建ての木造アパートがあったが、18年前に火事で焼けてしまった。88年6月1日午前7時半ごろ、火はアパートの2階から燃え広がった。建物を半焼し、焼け跡から男性の遺体が見つかった。人形使いの前野博士、55歳。当時の新聞はタバコの火の不始末が原因らしいと報じている。前野博士といえばホラーファンなら稲川淳二の生き人形に登場する人形使いとして認知しているだろう。生き人形はかつて芝居で使われた少女人形に魂が宿り、怪異な現象が続発したという話である。芝居の脚本家の自宅は火事で全焼、人形作者は行方不明。少女人形がテレビで紹介された時には、本番中に照明が激しく揺れたり、モニターに幽霊が映るなどしてスタジオがパニックになったという。この人形には戦時中に空襲で死んだ女の子の霊が取り引いていると鑑定した霊能者久慈霊雲は体調を崩して死亡。前野博士は少女人形の魔性に取りつかれ、次第に病んでいったという。この壮絶な恐怖譚は80年代に稲川淳二がテレビで語って世に知られた。人形が出演したテレビ番組は3時に会いましょう、TBS プラスアルファ大阪 ABC テレビなどであり、私は86年9月放映のルックルックこんにちは日本テレビで見たのを覚えている。稲川淳二が語り下ろしたカセットテープが87年から発売され、当時は操り人形の会というタイトルだった。同じ頃に漫画化もされたが、88年に前野博士が火事で亡くなったため週刊誌でカセットテープの発売中止騒動が報じられた。実際には発売されている。90年代後半には生き人形の怪談はすでに伝説化していた。その因縁深いストーリーの全貌は後に稲川淳二がライブで語り、2000年発売のビデオに収録された。テレビ番組で起きたという怪事については異説もある。プラスアルファの現場にいて異常に気づかなかったという放送作家の話も伝わるし、3時に会いましょうではスタジオのカーテンがバサッと普通に落ちただけだったという証言もある。しかし怪談は現実を侵食する。稲川淳二の話術は聞く者を戦慄の世界に誘い込み、全ては事実だったと納得させてしまう。生き人形の話は今も様々な因縁を取り込んでストーリーを成長させている。しかもこの怪談の登場人物を稲川淳二は実名で語っている。タブー破りともされる危うい要素が話に異様な緊張感をはつらせ、単なる人形怪談の枠を超えたとも言える。そこで思うことがある。文楽などの古典劇でも人形はまるで生きているような動きや表情を見せることがある。それはひとえに人形使いの職人芸が人形を生かすのであって、誰にでもできることではないはずだ。ましてや自ら魂を吹き込んだ人形に自らの命を奪われた人形使いがいたとしたら、彼はかけねなしに天才だろう。少女人形に魔性を芽生えさせた前野博士とはどんな人物だったのか、そしてその芝居とは。稲川淳二の語る怪談を聞けば聞くほどそこに興味の矛先が向く。しかしなぜかこの芝居は生き人形の怪談でしか世に知られていないらしい。前野博士の伝記も一般に公表されているデータはほとんどない。そこで調べてみると、
冒頭で述べたように火事で亡くなったのは確かである。新聞の追悼記事は次のように述べている。二人の遺妻が言った。子供を対象にした劇にとどまらず、一つの芸術として人形を通して不思議で怪しい世界を表現する。50年に行った第4回リサイタル呪い夢千年でそんな前の流が確立した。61年5月から7月にかけて八数義姫遺文でヨーロッパ公演を行い高い評価を得た。最後の仕事は今春から取り組んだ SFX ハイビジョン映画最有機だった。記事によると前野浩は15歳で人形劇団プークに入団し、以来40年にわたって人形劇一筋の道を歩んだという。問題の少女人形が使われた芝居は呪い夢千年、これが代表作だったことがわかる。同時に気がつくのは、稲川淳二がテレビで生き人形の怪談を語っていた86年に前野浩はヨーロッパ公演を行っていたという事実である。そして死の直前まで映画の仕事に取り組んでいたらしい。その時期彼は少女人形の霊に取り憑かれていたのではなかったのか。現実の世界での前野浩は精力的に活動を続けていたようである。生き人形に登場する前野さんとは異なる人物像が浮かんでくる。ヨーロッパ公演が好評だった和智華継姫遺文は前野浩亡き後も劇団長十二画が意思を継いで再演を重ねている。この芝居は劇団長十二画主催の知念正文が前野の依頼で書き下ろした作品である。かつて前野の演じた役に知念正文が扮し、女優の石丸百合子との二人芝居である。知念と石丸はかつて呪い夢千年にも出演していた。前野さんが劇団プークを飛び出して一人でやるようになってからきっと呪い夢千年が最初の大きな仕掛けだったと思うんですね。当時の事情を石丸百合子が語る。呪い夢千年っていうのは昭和の時代を生き抜いた少女みたいな話でコラージュなのでストーリーはないんです。ただその少女がいろんな恋愛をしたりひどい目に遭わされたりっていうのを次から次へとシーンで見せていって、人間と人形のコラボレーションみたいな感じのものでした。前野さんは人形も好きだったけど映画も好きな方で人間の芝居にも詳しい方だったので、そういう劇をやりたかったみたいです。前野さんの公演には独特の鮮烈なムードがあったようですが、ええ、常年型の人形師なので思い入れたっぷりにやられる方で、すごく一生懸命なので厳しかったりもしたし、感情移入をすごくされる人形師さんでした。そういうこともあって人形に魂がこもるという怪談が生まれたことも。うん、人形に一人霊が入ったという話は聞きました。けどその子は悪い子じゃなくて歌ったり踊ったりも大好きな子なので入ってきたという話は前野さんから聞きました。私はそういうのはよくわかんないんだけど、確かに人形の顔はどんどん変わりましたね。稲川さんも話していたと思いますけど、劇を一回やって再演の時は変わったねという話をして、でも人形師さんに言わせると土が固まってくるんで変わるのは当然だよって。だから霊なのかどうか私にはわからないけど。前野浩人形公演による事実上最後の仕事になったのが八華継姫遺文だった。この芝居を下北沢の駅前劇場で公演した時、たまたま見に来ていたオランダのプロデューサーの目に留まり、前野は海外公演に出かけることになる。向こうは人形劇が盛んですし大人も見ますから好評だったんです。それでとっても喜んでいらして、今度は石丸さんとやろうねって言ってたんですけど、
そのうちに火事で亡くなってしまったんです。もとより生き人形は稲川ワールドの話であるにしても、他の関係者は呪い夢千年にまつわる怪談をどのように見ていたのだろうか。人形の手足がねじけたことはありましたよ。よくあることだし、直して使ってましたけど、髪の毛が伸びたこともありましたね。人形師さんに言わせると、湿気で伸びるよって言うんで、何とも言えないけど、顔も見ようによってはきつい顔になったり、八担ぎの人形も顔は変わるんですよ。保存状態にもよるんだろうと思います。話によると、呪い夢千年の公演中に怪談騒ぎが持ち上がることはなかったが、少女人形にまつわる一連の怪事を示唆する出来事はあったようだ。そして少女人形の行方についても聞いてみたが、呪い夢千年をやっている時は前野さんが持っていたと思いますけど、その後はどうだろう。今はもうないって聞いたけど、ひょっとしたら小林さんなら知ってるかな。前野浩は劇団プークを辞めてフリーになった63年に TBS で放映された人形劇伊賀の影丸の仕事に参加した。その時に前野をアシストした小林次郎は、後に呪い夢千年で少年人形を操った人物である。人形劇団ジロッポを主催し、NHK 教育テレビなどで活動を続けて現在に至っている。ひょっとして小林さんならという石丸百合子のつぶやきを頼りに、小林次郎を訪れるとこんな話が聞けた。そういえば前野さんから預かったものがあるんですよ。それは前野浩の遺品だった。前野は新聞や雑誌に呪い夢千年の批評が出ると全て切り抜いて保存していた。そのファイルや上演中の写真、パンフレットなどもあった。前野は69年から実験的な発想の人形公演を行い、呪い夢千年は4回目の公演75年だった。パンフレットには作家の宮原明夫の批評が載り、伊藤雄之介、西村晃、草薙幸次郎などの名優が前野に賛辞を送っている。以後は呪い夢千年エル連城愛嬌編76年、新設呪い夢千年78年、新設呪い夢千年愛少女人形伝説80年とリメイク公演を重ねて前野の代表作となった。公演を記録した映像はないため、今日では写真で面影を忍ぶしかない。白塗りの男が目を向く光景は当時のアングラ劇の雰囲気を物語る。裸の少女人形と少年人形のセックスシーンや、少女人形が憔悴しているところを男が下から覗き込むシーンもある。デカダンなムードの統一した作品だったことがわかる。新聞では人形ストリップなどと紹介されることもあり、独特の感性による無限世界は必ずしも理解されなかった。しかし前野はそうした曲解や批判も前向きに受け止める人だったという。少女人形にまつわる怪談について小林次郎はこう語る。生き人形の漫画にも出ているのかもしれませんが、作家の佐向修一さんもボヤを出してですね、それで前野さんも火事で亡くなったので寝タバコだったんですね。うつ病の薬を飲んでいて、お酒も飲んでいたらしいのでぐっすり寝ちゃったんだと思うんです。タバコもよく吸われていた方だったので、それで出火したのに気づかずに亡くなられた。その後検視の時に私と前野さんのお姉さんとで出かけて、確かに前野さんだということで意識もなく煙に巻かれて亡くなったんだと思うんです。そんなことで稲川さんが少女人形のたたりみたいな話をされたんじゃないかと思いますけど。小林次郎は人形と怪談を結びつけては考えていない。ただこんなことはあったという。私も一度深夜番組の 11PM か何かに少女人形と少年人形を持って前野さんと出たんですね。その時に
占いの女性が来ていて、その方には何も言ってなかったんですけど、何かすごく陽気というか殺気を感じるってその方が言われたんです。何かその辺にあるんじゃないのって言うんで、これから紹介される人形ですよって言ったら、その方がびっくりして、その人形をこちらに近づけないでくださいって言うんです。ですから我々には何も感じないけど、何度も何度も使ってきた人形ですから、感じる人には感じるんだねっていう話を前野さんと笑いながら話したことはあるんですけどね。人形の手足がねじけることはあったが、公演中の仕掛けの事故は日常茶飯事で、仲間が火事で劇団を燃やしてしまった例もいくつかあるという。また前野宏が晩年に心の病を患って往年の力を発揮できなくなったのは事実だが、仕事ができなくなるような状態ではなかったという。前野は遺作になった映画「西遊記」の撮影時にもスタッフとして現場に立ち会っていた。その様子を写した生前最後の写真がある。少女人形の魔性に取りつかれていたら映画の仕事などはできないだろう。そもそも前野は人形にことさら愛情表現を傾けるような性格だったのだろうか。その点を尋ねると小林二郎はこう証言した。そういう感じはあまりなかったですね。我々はよく人形劇をやるとき、若い頃なんかは初演の時に舞台の袖とかどんちょうの後ろで自分の受け持つ人形を持って、おい一緒にしっかりやろうぜなんて人形と声を掛け合ってから幕を開けたりしたものですけど、前野さんはその点本当に人形を物として扱う感じでしたから、人形を抱きしめたりとか頭を撫でたりとかそういうことはなかったですね。前野はあくまで人形を道具として扱っていたという。だとすればこの点は怪談とのギャップが際立つわけだが、確かに資料や証言から浮かび上がる前野のイメージは仕事に厳格で自分にも厳しい求道者という感じである。もとより人間にはいろいろな面があるから何が正しいとは決められないが、現状では怪談に描かれるキャラクターだけが一人歩きしていると言えるので、真実に迫る上では小林二郎の目から見た前野宏像は特筆される。少女人形の行方はやはりわからなかった。そもそも劇で使う人形は厳密に管理するというものでもなく、その時々の道具であり衣装のようなものなので、散逸するケースは稀ではないらしい。呪い夢千年の人形作者である小宮氏はその辺の事情をこう語る。あの人形は関節が曲がるものをという注文でこしらえたものなんです。当時としてはああいうぐらいの出来のものにしかならなかったんですが、人形があれからどうなったかはわからないですね。大体劇をやるのは毎回同じメンバーではないし、その都度使う人形も違ったりするし、海外でやるときは船便で荷物とまとめてパーッと送ってパーッと戻すわけですよ。それで壊れたらまた作るということなんです。髪がずれるんですよ。それで伸びたように見える。仲間内では笑ってましたよ。前野さんの思い出については、小宮さんは生き人形の漫画では行方不明になっているんでしょう。確かに京都には出かけたんですがね。もちろん漫画は現実ではない。するとひょっとしたら人形はどこかにあるのかもしれないが、行方がわからないというのも怪談生き人形の真骨頂だろう。しかし前野宏亡き後の少女人形に果たして生命は宿っただろうか。取材を続けるうちに、私はアングラ劇の全盛期に前野宏というジャンルが存在したことを確認した。そしてもし彼が存命だったなら、日本のアニメが海外で人気を呼ぶ今日の状況に対しても独自の表現方法で一石を投じた可能性すら無双する。95年に
小林二郎が日本人形劇人協会の機関誌で前野浩の功績を述懐しているが、その文章の中に前野のこんな肉声が引かれている。僕は公園で人形使いとしての自己の内面の皮を自分自身でどれだけ剥ぎ取れるか、先が行き止まりであっても人間として生きることに絶望であったとしてもとことんまで追求したい。生前の前野を知る人は彼の人生を振り返って、一生懸命すぎた、頑張りすぎたと口を揃える。引用した言葉からも垣間見られるように、人形劇を通じて己の真実を追求しようとするストイックな姿勢には危機迫るものがある。くしくも稲川淳二の怪談で世に知られることになった伝説の人形劇呪い夢千年、その背景には戦後日本の演劇史に異彩を放った一軍の役者たちの足跡が控えていた。その一人である稲川淳二は現在タス夏場を前にした時期で現場に張り付いている最中だという。記事を楽しみにしているという旨の伝言がマネージャーの方から届いた。かつて人形使いの異彩と呼ばれた孤高の表現者がいた。本校がその実像を知るためのよすがとなれば幸いである。アパートがあったが18年前に火事で焼けてしまった。88年6月1日午前7時半ごろ、火はアパートの2階から燃え広がった。建物を半焼し、焼け跡から男性の遺体が見つかった。人形使いの前野浩、55歳。当時の新聞はタバコの火の不始末が原因らしいと報じている。前野浩といえばホラーファンなら稲川淳二の新説生き人形。東京の下町深川の活気ある商店街から裏道にそれて狭い路地をしばらく歩くと、ひなびた小料理店の並ぶ一角が見えてくる。いずれも年輪を感じさせる店構えだが、すぐ裏手にそびえ立つのは真新しいクリーム色のオフィスビルである。以前はそこに2階建ての木造屋には戦時中に空襲で死んだ女の子の霊が取り引いていると鑑定した霊能者久慈霊雲は体調を崩して死亡。前野浩は少女人形の魔性に取りつかれ次第に病んでいったという。この壮絶な恐怖譚は80年代に稲川淳二がテレビで語って世に知られた。人形が出演したテレビ番組は3時に会いましょう TBS プラスアルファ大阪 ABC テレビも生き人形に登場する人形使いとして認知しているだろう。生き人形はかつて芝居で使われた少女人形に魂が宿り、怪異な現象が続発したという話である。芝居の脚本家の自宅は火事で全焼、人形作者は行方不明。少女人形がテレビで紹介された時には本番中に照明が激しく揺れたり、モニターに幽霊が映るなどしてスタジオがパニックになったという。この人形などであり、私は86年9月放映のルックルックこんにちは日本テレビで見たのを覚えている。稲川淳二が語り下ろしたカセットテープが87年から発売され、当時は操り人形の会というタイトルだった。同じ頃に漫画化もされたが、88年に前野浩が火事で亡くなったため週刊誌でカセットテープの発売中止騒動が報じられた。実際には発売されている。